東京スカイツリータウンに遊びに来たならこんな楽しみ方もあり。今回は映え写真も撮れる食べる東京スカイツリーをご紹介します。撮ってもハッピー、食べておいしい東京スカイツリータウン。最初にやってきたのは東京ソラマチ7階にある江戸東京寿司常。風情あふれる空間の中で本格江戸前寿司が味わえます。ここでの食べる東京スカイツリーがスペシャル頂点丼。大正エビ2本にアナゴが丸ごと1本、さらには旬の野菜がてんこ盛り。高さおよそ30センチメートルの頂点丼の撮影ポイントは遠近法です。見た目のインパクトが引き立つよう人物が小さくなるように写してみてください。続いては東京ソラマチ6階にあるとんかつ新宿サボテンへ。極上豚を 100% の植物油で香ばしく揚げたサクサクジューシーな風味が自慢のお店です。早速限定一押しのスカイツリープレートが登場。長いお皿にずらりと並ぶのはヒレカツやチーズ重ねカツなど全部で6種類。映える撮影ポイントは煽りです。カメラをプレートの下の位置に合わせ上に向かって撮影すると東京スカイツリーを見上げているような一枚が撮れます。食べる東京スカイツリーをおしゃれに楽しみたい、そんな時は東京ソラマチ31階にある天空ラウンジトップオブツリーへ。地上150メートルの場所にあり全席が東京スカイツリーを眺める特等席になっています。こちらでぜひ注文したいのが季節の食材を使った前菜が盛られたアミューズタワー。小さな東京スカイツリーが色とりどりに光りムード満点です。映える撮影ポイントは光のシンクロ。窓越しのライティングされた東京スカイツリーをバックにアミューズタワーを撮影すればエンターテイメント感あふれる一枚に仕上がります。お腹いっぱい満喫した後は高さ634メートルの東京スカイツリーへ。天井がシースルーになっている展望シャトルに乗って幻想的な雰囲気を見上げながらフロア445を目指します。ここからは夜景を眺めながらの夜のお散歩です。撮影ポイントの一つ展望回廊では窓の近くからだけでなく少し離れた場所から撮影することで近未来感あふれるシーンを演出することができます。光の回廊を抜けたら最高到達点の空からポイントに到着。きらびやかな夜景が一面に広がり絶好のシャッターチャンスが待っています。食べる東京スカイツリーといえばスイーツのお土産も見逃せません。ザ・スカイツリーショップで人気の東京スカイツリーロングロールはパッケージの長さが東京スカイツリーのおよそ1000分の1サイズ。お家で空をバックに撮影すれば映えること間違いなしです。さらに3つの風味が楽しめる東京スカイツリーアソートショコラやキャラメルの味わいが濃厚な東京スカイツリーフロランタンなどぜひチェックしてみてくださいね。たまにはちょっぴり趣向を変えて東京スカイツリーを楽しみたい、そんな人におすすめのとってもハッピー食べておいしい東京スカイツリーはいかがですか？